쇼케이스 무대 하나만으로 4개의 큐브를 다 받을 수도 있습니다. 나이스데이. 절대 이거에 응합해 데뷔를 したいなと. 今回作るグループは世界中で勝負できることを目標にガールズグループを作ろうと思っています。日本8都市、アメリカ2都市に私が直接訪れオーディションを開催します。 ダンスが 素晴らしいです。 お疲れ様でした。 평가 기준으로 삼아왔던 네 가지. 춤, 노래, 스타성. 이 네 칸이 다 채워지면 이제 한국에 가서 데뷔 준비를 하는 최종 멤버에 선발이 되는 겁니다. 모든 게 결정되는 라운드죠. 걸그룹으로서 무대에 섰을 때 모습을 확인해보는 자리이기 때문에 그동안 평가 기준이었던 세 가지를 종합적으로 볼 수 있을 것 같습니다. 또 하나는 합수 기간 동안에 얼마큼 성장했는지 볼 수 있기 때문에 그것 또한 성실성 이런 부분을 확인해 볼 수 있는 거죠. 스테이지 탓마데는 시간 2日간 레슨의 시간이 미지카인데스케도 뭐 다분 2日くらいしかないと思うんですけど 전력을 注ぐのみだと思います. 기간은 물론 짧았지만 이 마지막 쇼케이스 무대에서 뭔가 더 특별한 빛을 내주기를 간절히 기대합니다. すごい 긴장していて うまくできる といいなと思うんですけど、まだ心の奥では少し不安があります。練習期間がすごく短くて本番までの時間がそんなにないので、ちゃんとうまくできるかなってちょっと心配してます。 一番影響があったのは本当にトワイスさん。私もトワイスのようなガールズグループになりたいなと思い、トワイスです。今日は皆さんのステージを直接見るために来たので、来ました。 練習時間結構短かったって聞いたんですけど、すごい苦労たくさんしましたよね。みんなでファイティン、みんなでファイティンしますか。せーの、ファイティン、ファイティン。頑張ってください。じゃあまた後で。 일로 앉아. 감사합니다. 감사합니다. 어떡해. 너무 긴장돼. 이런 거 보면 옛날 생각나서 떨려? 아, 완전 생각나죠. 그때 그리고 방금도 그 연습생들 봤는데 너무 저희가 떨려가지고. 너희가? 저희가 떨렸어. 그냥 괜히 옛날 생각나서?
옛날 생각 나는 것도 있고 뭔가 그 마음을 알 것 같아서. 얼마나 떨릴까. 오늘의 평가가 마지막 평가であり 오늘의 평가가 끝났다라 한국에 있고 최종 멤버를 선발します. 오늘까지 2次 큐브가 전혀 없었지만 오늘 4つの 큐브를 全てを 手に入れる 것도가 できます. 頑張ってください. はい。始めましょう。 このショーケースでいい結果をみんなで残してみんなで韓国に行けるように頑張りたいです。一人一人が輝けるように頑張りたいと思います。みんなが楽しめて悔いのないように終われるようになったら嬉しいなと思います。하나 둘 셋 안녕하세요. 우리たちは 세나 뮤지가르です. 여러분,お願いします. 하이. 하이. 일단 옷이 굉장히 예뻐요. 감사합니다. 의상을 보니까 산하 올라가야 될 것 같은데. 진짜. 사실 이 노래가 약간 시간이 지난 노래이기 때문에 아마 정말 불리한 상황이었다고 생각해요. 이 다섯 명이 함께 부르게 될 노래는 원더걸스의 Be My Baby입니다. 원더걸스의 Be My Baby입니다. 曲は私初めて聞いて知らなかったので聞いたことはある曲でしたけどあまり慣れた感じの曲ではありませんでした。 이런 느낌인데 이거 보느라고 그게 전혀 그래서 이걸 다 외워야 돼. 선생님이 강약 얘기한 것까지 다 외워야 돼. 그 곡을 진짜 知ってる 人が 아마리 이なかったので 1からの 状態だったので 歌も ダンスも 모호카는 손이 너무 내려가요. 1, 2, 3, 4. 私はダンスがなかなか覚えられなかったんですけど見ている私も辛いですし私自身もそのダンスがうまくいかなくて少し落ち込んでてチームでグループ作ってダンスとか歌を完成させることは一回もやったことはないです。 正直に分かんない振りがある人ここ絶対間違えるとかそこを言ってみんなで改善しよう。うん。腰上げるドンドン。もう一回やるか。
やっぱりそので一番私たちを引っ張ってくれてるのがリオちゃん。リオちゃんがすごいダンスが上手なので、みんなのことを引っ張ってとまとめてくれます。 でも歌詞も覚えれてないので、それ表情もつけれるわけもなく、なんかちゃんと最後1曲全部完成できるのかちょっとすごい不安でした。もう1回だけなんでステージは。 本当に焦るしかないし、やばいです。頑張るしかないので、はい、やりきりたいなって思います。 The Ninja Girls, I'm back. Watch, 見つめていたら Winding, 願いは叶う。早く私を連れ去ってどうか。 こんなに胸がドキドキすること、夢にまで見るのそんなにあってもないのに、おすまし顔の君とめばっちり会えばもう大好きです。溢れちゃいそうで。 言葉嘘は言わないだから、やって出会えた。始まる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 始めましょう今から。同じオーラ、まだまだまだタッチマッチ。距離もぐっとつながりのマッチガイ、できない一か八か認めバッチバッチ合わせ生まれた年は八八。近いかもね、お似合いだね。 ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待ってください。ごめんね。大丈夫だよ。本当に。
근데 린씨는 익숙하다. 말해 봐. 일단 누가 눈에 들어와? 저는 이분이랑. 저도 이분이랑. 아, 눈에 들어? 네. 이분이 제일 많이 보였던 것 같아요. 맞아요. 섹시한 느낌을 이렇게 이런데 허리 각도나 어깨 각도에서 낼 줄 알아야 되는데 한 명만 내, 한 명만. 그리고 노래 은근히 제일 잘했어. 다섯 명 중에. 오케이, 불러주세요. 연대근대 사인. 이번 평가는 결과적으로 나중에 가수라면 어떤 모습일까라는 기준을 가지고 바라보는 거예요. 그러니까 앞에 세 가지 평가했던 걸 종합적으로 합쳐서 보는 거죠. 그래서 한마디로 쉽게 설명하자면 누가 제일 눈에 들어오나 이런 기준을 가지고 먼저 판단을 해봤습니다. 사나양과 모모양은 둘이 똑같이 한 명을 골랐어요. 스즈상입니다. 스즈상입니다. ありがとうございます。最初の始まる時のポーズ見た時に他の4人のメンバーたちはすごいちゃんとポーズをしてる感があったんですけど、最初の時になんかちょっと自信がないのかなっていう風に見始めたんですよ。でもステージを見てみるとやっぱり自分のパートの時は誰よりもすごい誰よりも一番輝いてたなと思いました。ありがとうございます。 리오상은 처음에 시작할 때는 와 이거는 리오상의 무대겠구나 했어요. 처음에 딱 시작할 때. And the news girls. I'm back. 처음에 니지 girls 할 때 그 표정과 이 몸 라인과 딱 이런 느낌이 아 리오가 오늘 스타가 되겠구나 라고 했는데 시작하면서 자신감이 점점 없어져가지고 사라졌어요, 리오가, 중간에. 다른 사람 파트일 때는 뒤에서 잘해요. 자기 파트 때는 얼어. 반대로 해야지, 반대로. 자기 파트 때 더 돋보여야 되는데. 저는 솔직히 한 명밖에 눈에 안 들어왔어요. 못못가상이에요. 앞에 있는 남자의 마음을 뺏겠다는 그런 마음이 이 동작으로 드러난 게 유일해요. 모든 동작을 할 때 이렇게 몸을 꼬더라도 이만큼 꼴 건지 아니면 여기까지 이렇게까지 몸을 비틀 건지 이제 그런 차이예요. 중3인데도 중3 이상의 표현력을 보여준 게 인상적이었어요. 이번 무대를 보고 이 평가지를 봤더니 모모카가 스타성 평가에서 큐브를 못 받았네요. 오늘 완전히 스타로 보였어요. 기대ください。 ありがとうございます。 お疲れ様でした。ありがとうございました。自分に自信を持ててなかったってことが一番悔しかったし。 연대근대사회. こんにちは。 私たち。
뭘까요? 뭘까요? 3, 2, 1. 건니치와. 私たち 1, 2, 3, 4, 5. 5 키즈 です. よろしくお願いします. 大変だったことが何でしたか? 私たち5人ともが今回 2PM さんの Again Again を踊るのですが いい노래전에들어본적있는사람잘 몰라도 열심히 한 명씩 일단 불러볼게요この曲も全く聞いたことがなかったです実はやったことがなくてで全部韓国語で音痴からと音痴からと今まで踊ってたのは踊ってるダンスとかで可愛い感じのダンスだったんですけど今回は男性の力強いダンスなので少し難しいです踊って移動もして歌ってっていうのが大変です角度が違うだけでもバラバラに見えてそこが一番苦戦してると思いますを見れば理解できるんですけどただ言ってるだけなので歌詞の意味をなんか気持ちを込めて言うのが一番難しいですドンジャク하면서한번해보자안무랑하니까헷갈리지아니이틀만에이렇게하는것도잘하는거야당연한거야이거는괜찮아잘하고있어선생님から緊張してるからもっとリラックスしていいよって言っていただいたんですけどなんかそれができてなくて指摘していただいた部分を直せなくてちょっと短期間だよね昨日習ったね昨日昨日だよ昨日大丈夫大丈夫できるとこまで頑張ろうドゥン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 ゴーニドゥンゴーニドゥンゴが縦に開くゴーゴーマコさんが助けてくれていますすごく韓国語が上手なのでまとまってる部分とか早く言うところとかはしっかりなんか口の開き方とかも踏まえて教えてくれてますやっぱりマコさんがリーダーとしてチームを引っ張ってくれてるので頼れるなと思います今回時間が本当に少なかったんですがわずかな時間でも私たちの頑張った成果が出せたらいいと思ってます。やっぱ緊張してしまうと思うんですけど、最後まで表情もしっかり頑張りたいと思います。今まで練習してきた成果を
最大限に発揮して、また5人で楽しい舞台を作りたいなと思ってます。